近年は男女合同化の流れもあり、男子校や女子校が共学化した高校も多くあります。そんな中で、元女子校が甲子園に出場した例も出てきております。今回は元女子校ながら、甲子園で優勝した4校について紹介していきましょう。1校目、中京大中京。夏の甲子園で史上最多の7回の優勝を誇る中京大中京。実はごくわずかであるが、女子校の時代があった。遡ること1923年に、前身の中京商業学校として開校。この時は共学であった。1931年から33年にかけては、前人未到の選手権3連覇を達成。しかし、なぜか1944年に中京女子商業学校となり、男子生徒の募集を停止、事実上、女子校状態となる。だが、そのわずか3年後の1947年に今度は、女子生徒の募集を停止し、男子生徒の募集を再開する。そして校名も中京商業に戻る。このわずか3年だけ女子校であった。男子生徒募集再開からわずか7年後の1954年に、5度目の選手権大会優勝を飾るなど、その後、戦後に3度の選手権制覇を達成した。なぜ一時的に女子校状態となったかは不明だが、年代を踏まえると、戦争激化で男子生徒が戦場へ向かっていたなどの、社会情勢の影響かと考えられる。また、校名については学生改革により、1948年に中京商業高校に変更となり、中京高校を経て、1995年に現在の中京大学附属中京高校となった。元女子校ながら甲子園優勝した高校。2校目、桐生第一。1999年に群馬県制覇の夏の甲子園優勝を果たした桐生第一。こちらも半世紀以上にわたり、女子校であった。前身は1901年に、桐生裁縫専門授与学館として開校。その後、桐ヶ丘高等授与学校となり、1968年に男子部設立に伴い、桐ヶ丘高校となるまで、67年間女子校であった。その後、1989年に現在の桐生第一となり、1991年の春に甲子園初出場。そして、1999年にエースの正田を率いて、夏の甲子園初優勝を果たした。桐生第一を強豪校へ押し上げたのは、1985年から2018年まで同校を率いた、福田春夫監督。定評のある投手育成をもとに、鉄壁の守備で春夏通算14度の甲子園出場に導いた。特に1998年から2000年にかけて、3年連続で甲子園に出場し、その時のエースが毎年プロ入り、うち2名がドラフト1位と、圧倒的な投手力であった。元女子校ながら甲子園優勝した高校。3校目、済美。2004年に創部2年目で、春の甲子園で初優勝を果たした済美。こちらは少し有名であるが、100年以上の長きにわたり、女子校であった。遡ること1901年に、私立松山裁縫伝習所として創立し、1948年に現在の済美高校となる。しかし、まだ女子校のままであった。その後、時はしばらく経ち、2002年に共学となるまで101年間女子校であった。そして、同年に野球部員の1期生が入学。そして、創部から2年後の2004年には、福井田を率いて春の甲子園で優勝、夏も準優勝とその名を一気に全国に知らしめた。済美を全国に一気に押し上げたのは、言わずも知れた上皇監督、宇和島東で24年間監督を務め、10度の甲子園出場、そして1度の優勝を誇った。上皇監督は2001年の夏に、宇和島東の監督を辞任した後、翌年から共学に伴い、野球部の監督を探していた済美高校からオファーを受け、野球部の監督に就任。
それを聞きつけたウブモビや、高橋などの有望な中学生たちが翌年に多数入学し、その一期生たちが甲子園優勝へ導いた。ちなみに余談であるが、サッカー部も創部2年目で夏の総体に出場するなど、野球、サッカーともに創部2年目で全国大会出場とおそらく、全国で初の学校である。元女子校ながら甲子園優勝した高校、4校目、大比利。1976年に夏の甲子園に初出場で初優勝に輝いた大比利高校。こちらもわずかな期間であったが、もともとは女子校であった。1946年に大比利学園が設立し、同時に高等女学校を設置。しかし、そのわずか2年後に学制改革により、共学化。そして、現在の大比利高等学校となる。ちなみに、大比利の由来は、創立者の清水康造がアメリカのオーバリン大学に留学していたことと、フランスの牧師であった、ジャン・フレデリック・オベリンから来ている。なので、大比利高校のユニフォームはローマ字であるが、大学のユニフォームは英語表記となっており、頭の J、F はジャン・フレデリック・オベリンから来ている。夏の甲子園出場時は、前評判は高くなかったものの、初戦の日大山形戦の完封勝利を皮切りに、3回戦では地元の一力新興相手に新勝。準々決勝では2年前に、黒潮打線で全国制覇した銚子商を2点抑え、勝利。準決勝では後に、中日のエースとして活躍した星稜の、小松達夫を打ち崩し、勝利。決勝は前評判では圧倒的に有利と言われていた、PL 学園相手に延長の末、さよなら勝利と、劇的な優勝であった。今回は元女子校ながら、甲子園で優勝した高校について紹介していきました。おそらく、今後もこのような高校も増えていくことが考えられるので、注目してみるのも、面白いかと思います。以上。ご視聴ありがとうございました。今後も野球関連の動画を上げていきますので、チャンネル登録もぜひお願いいたします。